こんにちは、蝶たけろすです。えっ、ー、と、今日、スーパーマリオの、うん、劇場版のやつ、うん、レンタルしてみました。うん。正直俺、マリオの劇場版はあんまり見る気なかったんですけど、うん。っていうのもあんまりマリオ好きじゃないし、うん。マリオってどっか、カトちゃんに似てる。 あの、ヒゲオヤジの、うん。あの、カトちゃんね。<laughs> カトちゃんケンちゃんのゲーム、ゲーム、<laughs> どうしても思い出すわどうしても、うん、ヒゲって言うとどうしても俺、うん、ドリフターズのあの、シムラとカトちゃん思い出すっていうかさ。うん、まあ、関係ないんですけど、うん。今回借いたのはね、やっぱ、マリオって、 の映画ってさ、ほんと久々じゃん。前ハリウッドのやつ、うん。すごい昔さ、好評で見たんだけど、うん。それ以来だからちょっと借りてみたっていうのもあるし、マリオのゲームって普段やらないけど、今回スーパーマリオワンダー久々にマリオに手をつけたんで、 それを機にちょっと見てみたっていうか、レンタルしてみたっていうか、うん。あと、うん。これすっごいさ、賛否両,両論あるからさ、うん。それも込めて、うん。興味あって、ちょっと、うん。レンタルしてみたっていうか、うん。で、うん、内容としては、大人が見ても、 あんまり面白くないっていうかさ。いや、俺マリオ世代だけど、マリオ世代なんだけど、なんかやっぱり、なんか、正直、面白くなかったっていう、ねうんあの、お祭り感覚っていうか、うん、一般人にマリオの存在を忘れないために、こういう風うに、 劇場を公開してるような感じがしたっていうか、うん。なんかドラゴンボールもそうじゃん。うん、なんか、うん。もう忘れさせないために、何年に一回やるみたいなさ。うん、あの、うん。自分、バイオハザードも好きだったんだけど、ゲームのね。バイオハザードのゲーム好きなんだけど、バイオハザードの映画になるとつまんないんだよね。バイオハザードって。 ゲームをやる分には面白いのよ。うん。大抵そうじゃん。うん、ゲームの劇場版って絶対つまんないじゃん。うん。はっきり言って。うん。やっぱさ、ゲーマーとしてはさ、ゲームをやる分には面白いんだけど、見るとつまらないっていうかさ、うん。俺、ファイナルファンタジーが嫌いなのってさ、やっぱ、 ムービーが退屈だからよ、うん。だから俺ファイナルファンタジーよりドラクエ派なんだよ。うんうん、もう話はね、ほ、うんと、うん、ゲーム要素があまり感じられないっていうかさ、うんうん、やっぱ仕方がないよな。 見てるだけだからな、こっちはさ。だから退屈なんだよ、やっぱ。うん。まあ、マリオカートの場面とかは、いいなと思ったし、スーパーマリオ3のさ、うん、俺、曲好きなんだよ。うん。あの曲が流れただけでも、なんか、まあ、テンション上がったっていうか、ま、ゲームの音楽流れただけで、まあ、テンション上がるっていうか、ストーリーがつまんないけどさ。 それはさ、あの、ドラクエ5のさ、劇場版も同じだよね。うん、ドラクエ5の劇場版こけたじゃん,、うん。あんな終わり方あるかよ、みたいな。俺、ドラクエ5のさ、うん、ユアストーリーうん、あれ劇場版で見たけどさ、最後あれ悲惨じゃん。うん、悲惨っていうかさ、なんであんな終わり方にしたみたいなさ、序盤すんごい良かったのにさ、うん。 だよね。結局、スーパーマンジともドラクエもファイナルファンタジーも、あの、バイオハザードも、ゲームをやる分にはすっごい燃えるんだけど、見る分にはほんと退屈なんだよ。うん。でもさ、<laughs> 見ないと、やっぱゲーマーとしてはさ、やっぱ許せないと思って、手を出しちゃうんだよね。 あと、これね、このピーチ姫うん。劇場版のピーチ姫はね、なんかね、俺の、イメージしてるピーチ姫とは全然違うっていうかさ、うん。いや、ま、俺マリオのゲームあんまりやらないからピーチ姫がどんなやつかっていうのわかんないんだけど、俺の中でピーチ姫って、おしとやかなイメージがあるんだよ。 消極的だから、こう、クッパにさらわれるっていうイメージあったんで、この劇場版のピーチ姫は、なんか気が強くて、なんか、サバサバしてて、なんか山口智子みたいな。うん。サバサ、山口智子ってサバサバしてるイメージじゃん。サバサバしてる女優ってやっぱり山口智子が、 イメージあるじゃん。そんな感じなんだよ。うん。なんかこのピーチ姫さ、リーダー格でさ、うん。なんか、クッパやマリオより強いんじゃねみたいな。うん。実はこの映画で一番強いのはピーチ姫じゃねみたいな。ほんと、なんかリーダー格なんだよね。うん。北斗の剣のマリア、マリア、うん、あ、マミ、マミア、マミア。 あんな感じ。うん。あのー、うん。なんでこんな強いピーチ姫が、うん、ゲームではさ、うん、さらわれる役なのや、みたいなさ。うん。うん、やっぱ、うん、このピーチ姫はちょっとないわ、みたいな。 あれ、ピーチーメンってあんま好きじゃないんだよね。デザインとか。うん。うん、あと、ハンマーブロスあいつ出たよく見なかったんだけど。うん。あの、太ったハンマーブロスは出てたよね。うん。あとさ、ヨッシーが出なかったっつのはさ、不満だよね。いや、ヨッシーをさ、もっと出せよ、みたいな。 もっと出せよっていうかうん最後の最後なんだけどうんヨッシー出さないのはちょっとさ、うん、せめてヨッセ出せよみたいなさ、うん、だねあと、うん、マリオのこのムービーでなぜかスクールウォーズのオープニングの曲が流れたっていうか だなそんな感じかなうんうんまあドラえもんっぽい感じだよな、うん、あんな映画って感じうんうんじゃあごちそうありがとうございました